はい、本郷張久接骨院の二割洋です。本日も動画をご覧くださりありがとうございます。えー、今日はですね、間食の考え方についてお話ししていきたいと思います。えー、間食、まあいわゆるおやつみたいなものですけど、えー、とまそれを食べる時って何をか何をベースに考えていったらいいのかっていうと、まあ、食べたい欲求を埋めるものではなくて、あのまあ 体の満足度を上げるとか脳の満足度を上げるってことが間食とかおやつの、えーまあ、おやつを取る理由になっていくんですけど間、まあ、食の考え方としては食事でですね不足している栄養を補っていくものだと思ってくださいなので食事の中で例えばですねタンパク質が足りてないのであれば間食でタンパク質を補っていくっていうのが必要になってきます。 まあその,あの入りとして、えー、とプロテインっていうのは、えー、とかなりですねあのおすすめですねでプロテインも今だいぶおいしいものいっぱい出てきてますのでジュース感覚で飲んでいただいてタンパク質も補えるっていう、まあ、本当に、まあ、最高レベルの感触なんじゃなないかなと思っていますなので感触、えー、っていうのはまずは3食で足りてない栄養を補うためにあると思っててください。 まあこれがえと考え方ですね感触の考え方になるんですけどまあそういうわけにもいかない時もあるじゃないですか例えばですね甘いものが食べたくなったりとか、ね、好きなお菓子が食べたいとか、ね、ケーキが食べたいとか、まあ、和菓子が食べたいとかいろんな食べたいものそれぞれあると思うんですが、まあ、そういうものを食べたいって思った時に、えっと、次ですね脳の満足度っていうのがあります。 まあ、例えば自分の好物を食べた時ってすすごい満足しますよね、えー、とそれってやっぱ食事事の上でですすごい大事になるんですね、えー、とやっぱ僕が思っているその食事管理っていうのはもう食べちゃダメ食べちゃダメの食事制限ではなくって本当に好きなものをおいしく食べれるように食事を管理していきましょうっていうところが、えー、とお伝えしたいところなんですね。なので 例えばですねあの、まあ、好きなお菓子とかがあるのであれば、まあ、そのお菓子を食べていいような、えー、食事管理を、えー、してていいいいけるとといいんじゃないかなか思ってますもちろんですねあの毎日のようにあのバリ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 ボ,リボク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 、えー、とお菓子おやついっぱい食べてたら、えー、それは、ね、あの食事管理じゃないですよねっていうことにはなっちゃうんですけど。 あ,のまあ本当にですね食べたいものを食べれるようにっていうのを食事管理で実現するために、えー、と脳の満足度を上げるようなですねおやつお菓子っていうのも、えー、とゼロにする必要はないと僕は思っていますので、えー、とそのあたりがですね、えー、としっかりねあの美味しく食べれるような食事管理をしていけるといいかなと思いますはい、えー、今日はですね間食の考え方についてお話ししました、えー、最後まで動画をご覧くださりありがとうございましたまたね